日はね、庄内平野のまあなんかああいう道の駅にちょっとテント立てて泊まってて、まあ、ちょっと朝方にパッと目覚めたから雨降ってるかなと思って外確認したら、もう朝日死ぬほど綺麗だったからやばくないあれ。ちょっとまず起きちゃってちょっと散歩しつつあれを眺めようかなっていう感じ。昨日着いたん夜だったから全然分かんなかったけど、やっぱ田んぼやばいね。めちゃくちゃ絶景だわ。昔からこういうお泊まり会って絶対一番最初に起きちゃうんだよね。自分より早く起きてる人あんま見たことないかも。今まだ朝の5時なんだけど、プロの野宿の人たちはみんな朝早いわ。もう出てたし、なんかエンジンついたり片付けしてる人ちらほらいる。おはー、よく寝れた？だいぶ寝れた。半睡。行く？行きましょう。よっしょ。よし。どうも。3日目スタート。というわけで、ね、新潟に今移動してきたんだけど、ここ笹川流れっていうところで遊覧船乗って変わった形の岩のなんか洞窟とかなんかいろいろこう見ながら、あのカモメに餌をあげれるっていうところで、今カモメ餌あげるのちょっと楽しそうだから、ちょっとそれをね、まあ、あと10分ぐらいでやり行くんだけど、あのこの船乗ってちょっと行ってきますね。ありがとうございました。ここでよかった。これでよかったです。ありがとうございます。いや、俺さっき道分かんなくて、あのおじさんに聞いたのよ。けど、追い抜かされた記憶なんで、ね、俺たち。いつ抜かされたんだろうね。いや、怖っ。しかもあのおじさん会うの3回目だったの、ね、俺たち。毎回なんかテレポート使って ね。怖くね。しかも同じスタイル、同じ作業してるんだけど。ずっと上を見てる。あとね、新潟のね、ノスタルジックスポットをちょっと聞きたからね。これはどういうところなんですか？いや、これはもともと機関車が通ってたとこで、で、機関車廃線になったから車が通れる道に舗装したんよ。
ちゃくちゃ良かったね。いやマジ最高だったわ。またこれからちょっとまたハイポイントいっぱい攻めちゃうかもって感じで、以上ですか今回の旅は。このもんすか。以上です。うん、帰りなんかうまいもん食って帰りますね。うまいもん食って仙台で帰りましょう。はい、バイバイ。